一枚いきますか。一枚ぐらいいきますか。はい。はい。はい、その会話の後にこの話題ですよ。うんうん、ラジオネームあきさん。うん、吉野さん、杉田さん、中村さん、はじめまして。はい。突然ですが、私が通っている高校の運動会には、棒体操という珍しい競技があります。ああ、棒体操。この競技は、4人1組になって、長い竹の棒を持ち、それを上下左右に動かしたり、2人が棒の両端を持ち、1人がそれを鉄棒に見立てて、前回りをしたりします。怖い。うん、余った1人はそれ見てるだけだぞ。ね、そうです。4人組なのに3人しか今採用されてない。2人回ったら大変なことになる、ね。重い、うん。ポールダンスしろよと。ポールダンス。1人は端っこでポールダンス。競技としての点数が入らないっていうオチがついてるみたいな。あ、うん、皆さん、なんか珍しい競技とかって学校の時ありました？ないね。そんなの聞いたことないな。そんなポールダンスとかないよ。うん、棒体操。棒体操。棒高跳び。それ普通だな。棒高跳び素人できないからね、あれね。それ何、いくつぐらいなんだろう。ね、中学生ぐらいかな。高校の運動会。高校運動会か。あれ、高校。体育祭か。高校とかってそんなことやんの？高校何やったかな、体育祭。体育祭ね。記憶にないよ。うん。記憶にないな。みん、あきさんより我々おじさんだからね。もう覚えてないんでね。本当だよ。全然覚えてない。結構クラスの、つか全学年の3分の1ぐらいがバックレてて、うん、割と成立しないぐらいひどかったような記憶があるけど、杉田君はもう女子しか見てないしね、うん、ああね、杉田の時はまだブルマだったん？いや、もうハーフパンツに完全に切り替わってて、そう、我々はね、うん、多分中学校の途中とかだよね、急にハーフパンツの、急になんか大人たちがドヤドヤして始めて、そう、冬場とかに男子はもう思いっきり短パンなのに、うん、ハーフパンツの女子が憎くて、ハーフパンツの方が長いんだよな、そう、何、膝ぐらい、そうそうそう、膝ちょっと上ぐらいまであるのに、男子は割とこの、そうだよね、短いもね、結構あの、うん、なんならトランクスの方が長いんですけど、本当だよね、そうそう、サバヘイサバヘイ、そうなんだよね、トランクス履いてんじゃねえかみたいなやついるもんね、そうそうそう、出てるぞおめえみたいな、寒いよ、なんならトランクス緩いと玉もこんにちはしちゃうからさ、玉もサボな、こんにちはって、よっつって、寒いから両方から出まってるから大丈夫、あ大丈夫、縮こまっちゃって、こんにちはっていうネタ、アメリカンスタイルのやつでも大変だもんな、そう、こういうのダメなんだな、こういうのダメなんだ、棒体操だってさ、棒体操、棒体操だったら俺は自分で運動会してる時はよく棒体操だった、一人で。はい、それ活動ですね。さあ、以上ですか。以上です、ね、はい。以上です。もう以上です。今後もどんどん我々はいなくなりますけども、メールはどしどし送ってください。お待ちしております。はい。